こんにちは、WAの内田です。前回の動画では卓球において股関節の力発揮が非常に重要であることをお伝えしました。ではどのようなことをすれば動きは改善するのでしょうか。大きな力を出すための筋力トレーニングも必要ですが、そもそも一定の範囲で動かすためには可動性が必要になります。今回は股関節の動く範囲を広げるようなモビリティトレーニングをご紹介します。まずは股関節の構造について学びましょう。股関節は人体の中でも臼関節という特に大きな可動性を持った関節です。肩関節に次ぐ自由な関節として知られています。例えば指の第一、第二関節は前後に折るような動きしかできませんね。これは柔軟性の問題ではなく人の体の構造的な仕様です。この点で股関節は前後左右どの方向にも動くため三次元的な動作を可能にします。もしここが動かなくなってしまったら競技のパフォーマンスが落ちることはもちろん、無理に動かそうとして怪我を招いたり他の部位に負担をかけてしまいます。今回紹介するエクササイズは一般的にストレッチと言われるものもありますが、動く範囲を広げるトレーニングという捉え方でモビリティトレーニングと呼んでいます。ではやっていきましょう。最初はトカゲストレッチです。動画のように片足を前に出して両手を床につきます。その体勢から体を前後に揺らしたり横に曲げたりして股関節の前が伸びるのを感じましょう。10秒ほどしたら重心を後ろに下げてこの体勢になり、もも裏を伸ばしましょう。動画の赤線部分が伸びているのを感じてください。また10秒ほどしたら、次は手ではなく、肘を床についてまた股関節の前を伸ばします。ここまで行くと、痛くて悲鳴が聞こえてくるのではないでしょうか。無理のない範囲から始めて、両肘が床につくようになるまで続けていきましょう。次はシンボックスというエクササイズです。左右のすねを平行にしたところから膝が90度になるように足を左右に倒します。この時に上半身が倒れないように注意して、浮いてる側のお尻もできるだけ地面に近づけるようにしましょう。よくあるのはこのように上半身が倒れてしまう場合です。背骨を床に対して垂直に近く維持して動作できるように意識しましょう。これは股関節の内旋という動きを改善するためのもので、バックスイングで股関節を引き込む時の軸足や打ち終わりの時の踏み込み足に大きく発生する動作です。あまり意識的に動かすことが少ない動作ですので、やったことがない人には新しい感覚かもしれません。最後はシューキープターンです。片方の足に靴を乗せて真上に上げた状態から靴を落とさずに体を一回転させます。常に足裏を真上に向けた状態に保つという体の制御感覚に加えて、股関節を含めた全身の可動性がなければなかなか成功させることはできません。最初は難しく全くできないと思いますが、やっているうちに動かし方に慣れてくるかと思います。モビリティと体のコントロール両方にアプローチをかけられる方法です。いかがでしたか。今回はモビリティエクササイズとして3つ紹介しましたが、初めて見るものに関しては実践するのが難しかったのではないでしょうか。これらは大きな出力を発揮するようなトレーニングではありませんが、激しいスポーツを行う上では必要になる可動性や体のコントロールです。自分の体と対話しながら少しでも動きやキレを良くしていきましょう。2章メソッドではスポーツに必要な怪我予防、競技力向上を目的とした内容を発信していきます。トレーニングだけ、ケアだけではなく、
それらを総合的にスポーツに生かせる方法や考え方を一緒に学んでいきましょう。